旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のりくです。今回は奈良一人旅おすすめ観光スポット6選をご紹介します。古の都奈良はあまりに訪れたいスポットが多く、どこに行こうか困ってしまうほどに見どころ満載のことです。今回は一人旅で行くなら外せない観光スポットのご案内。世界遺産、由緒ある神社仏閣、趣のある街並み、万葉の世界、そして最強のパワースポットとチョイスしました。ただ未だに残るコロナウイルス感染症の関係で各地のスポットに影響が出ている可能性もあります。お出かけの前に一度状況を確認することをお勧めします。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。法隆寺。法隆寺は世界最古の木造建築が見られる古代史に包まれた寺院です。日本で最初に世界文化遺産に登録されたのがこの法隆寺と姫路城でした。法隆寺の境内は西院伽藍と東院伽藍に分かれ、飛鳥時代をはじめとする仏像や建造物が数多く残されています。西院伽藍のメインは何といっても金堂と五重塔が並ぶ伽藍配置で、周囲に作られた回廊にも注目です。金堂も五重塔も国宝で、飛鳥時代の様式を色濃く残す世界最古の木造建築なんですよ。金堂内に安置されている御本尊、国宝の釈迦三尊像も飛鳥彫刻を代表する仏像ですので、お見逃しのなきよう。東院伽藍には国宝の夢殿があります。奈良時代に建てられた八角円堂で、堂内には御本尊、国宝の愚瀬観世音菩薩が安置されています。この仏像は聖徳太子の等身像とされ、長きにわたって秘仏とされてきました。今では毎年2回のみ期間限定で公開されています。春日大社。春日大社は奈良公園の東側に鎮座している神社です。768年に聖徳天皇の命でこの地に社殿を作ったのが始まりだとか。なんと1250年以上も昔のこと。奈良という歴史の深さを感じますね。春日造りの本殿は古代から続く20年に一度行われる式年造替によって常に美しい状態が保たれています。春日大社といえば奉納された釣り灯籠が有名ですが、古くは平安時代の灯籠もあって、その数なんと3000基以上。人々の信仰の厚さが感じられますね。そして御神殿に納められてきた宝物が鑑賞できる国宝殿も必見です。平安時代の品々が数多く所蔵されていて、数々の一級品揃いに驚きのため息が漏れますよ。3月13日に行われる神社の例大祭が春日祭です。平安時代から勅使も詣でる日本三大勅祭の一つとなっています。そしてもう一つの春日大社の大きな祭りが12月に行われる春日若宮御祭りです。こちらも平安時代から続く例祭で、国の重要無形民族文化財にも指定されています。東大寺。東大寺は奈良公園内にある寺院で、有名な奈良の大仏様が鎮座する東大寺大仏殿があるところです。しかし大仏様だけでなく、国宝の四天王像が安置される階段堂や多くの宝物が収蔵される東大寺ミュージアム、さらには阿瀬倉造りで有名な正倉院など見どころが山ほどあります。大仏殿の東にある国宝の法華堂も見逃せません。三月堂とも呼ばれる東大寺では最古の建築物。内部には御本尊の不空賢作観音立像をはじめ、いずれも国宝の奈良時代作の10体の仏像が並んでいます。3メートルを超す迫力の仏像群は天平文化の素晴らしさに引き込まれてしまいます。そして法華堂の北にはお水取りで有名な二月堂があります。1260年以上もの間、修二会という行事が旧暦の2月に行われ続けています。特に3月12日の深夜に行われる観音様にお供えする御香水を汲み上げていくお水取りは、とても幻想的な儀式として知られています。奈良町。奈良町は江戸時代末期から明治大正時代にかけての古い町屋が残る町並みです。
近鉄奈良駅から歩いて十数分のところで、アクセスも最高の奈良の街歩きスポットですね。昔からの商家がそのまま残っていたりするほか、おしゃれなショップやカフェが古い町屋をリノベーションして次々に誕生しています。奈良町では歴史を感じる趣と新しい発見のコラボが人気を呼んでいます。町屋の特徴になっているのが格子の外観、外からは見えにくくて中からは外が見やすいという知恵が生きています。間口が狭く奥行きが深い作りも特徴の一つ。間口の寸法で税金が決まったためとか、誰もが表通りに面して住みたいという願いを叶えたためとか言われています。このような町屋の内部を無料で公開しているところも。その一つが奈良町格子の家で、細長い家の作りが体験できます。階段の有効利用から、たくさんの引き出しを作った箱階段や中庭もグッドです。奈良町格子の家は古い町屋2軒が合体したもので、隣には情報提供や休憩ができるスペースもあります。奈良県立万葉文化館。奈良県立万葉文化館は万葉集を中心とした古代文化を見て触れて感じることのできる施設です。外の庭園では飛鳥池工房一石の復元遺構が見られ、地下1階の特別展示室では出土品なども展示されています。見て楽しめるエリアには、著名な画家が万葉集の歌をテーマにして制作した日本画150点余りが所蔵されています。その日本画は定期的に展示され、テーマごとでの特別展も開催しています。触れて感じて楽しめるエリアでは、万葉の時代の生活や位置などが再現、万葉の世界にまつわるクイズやゲームのコーナーもあり、万葉劇場では創作歌劇やアニメーションを上映しています。その他にも万葉の衣装の試着体験や貨幣の鋳造体験などといったイベントも季節ごとに開催。実は万葉文化館がある場所は、7世紀後半に銅、鉄、漆、ガラスなどの製品を生産した総合工房があったところなんです。日本で最初の鋳銭、不本銭もここで作られていたそうです。大神神社。大神神社は日本最古の神社とされ、さらには最強のパワースポットとしても有名なんです。古事記や日本書紀にも記され、御祭神がお山に静まるように祈りを捧げたことが大神神社の始まりとされています。以来、神様を祀る本殿を設けず、三輪山を神として祀る古代の信仰形態を今に伝えています。拝殿の奥には、ご神体とされる三輪山との境に結界として水鳥居と水垣が設けられています。水鳥居の奥は、普段から神職ですら入ることのない神聖な場所なんですよ。古代より本殿に代わるものとして神聖視されていたようです。三つ鳥居は明神型の鳥居を横一列に3つ組み合わせた独特の形状なんです。そして中央には御扉があり、三輪山が本殿なら、三つ鳥居は本殿の御扉の役割を担っているのでしょう。拝殿で祈りを捧げた後は、神の宿るお山の麓に広がる境内のパワースポット巡りに向かいましょう。今回は奈良の一人旅におすすめしたい観光スポットをご紹介しました。いかがだったでしょうか。奈良は日本屈指の世界遺産に数多くの国宝建造物を有する県です。法隆寺や春日大社などといった名のある神社仏閣が至る所に存在するので、ひとまず寺社巡りをするのもいいかもですね。またキトラ古墳や高松塚古墳などといった古墳群が多いのも特徴でしょう。どこにいても古都奈良の魅力となる歴史や文化に触れ合える、とても貴重で重要なスポットなんですよ。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。